すんごいもう時間が経ちすぎてヨレヨレなんですけど帰ります。はい、ということで無印良品の購入品紹介していきます。今無印良品週間っていうのをしていて 10% オフで買えるんですよ。なのでこの隙に、この隙にはちょっと違うななんて言ったらいいんだろう、この期間中に買いたかったものを買ってきたので紹介します。まず一つ目、こちら糖質 10g 以下シリーズのものなんですけど、塩バターを買ってきました。これ新商品みたいですごく気になったので買いました。でしかもこの無印良品のパンとかは賞味期限が長いんですよ。1ヶ月くらいあるので今回こちら買ってみました。でもう一つがこちら紅茶ドーナツ購入しました。そしてこちらじゃーん、メジャーカップなんですけどガラスなんですよ。今耐熱なんだけどプラスチックっぽいなんか素材でミルクを泡立てたりとかするのに適してないんですよ。なのでミルクを測ってそのまま泡立てられるガラスのねカップが欲しいなと思っていたので購入しました。あ、食料こちらタケノコご飯、こういうのは本当に楽なのでありがたいです。あとこちら盛岡冷麺、ついているのは麺と冷麺スープだけです。で自分でこうやってトッピングをねして食べられるやつですね。少し暑くなってきて冷麺とかも食べたくなるので冷麺買ってきました。はい、そしてじゃん、こちらがアイロンマット、折りたためるやつなんですけど、マット自体は結構大きくて A4 に折りたためるって書いてあったので A4 4枚分ですね。あとこちら、これすっごいいいなと思ったんだけど、クリアマグボトル、このボトルの部分が透明になっていて中身が見えるようになってます。ここはねロックがかけられるようになっていて、ここを上にしてプッシュボタンを押すとポンと開くやつです。で直飲みできるタイプ、見た目もシンプルで好きだし、サイズ的にもちょうどいいし、細すぎないから車のその飲み物置く場所にもぴったりかなと思って購入しました。そしたらこちら化粧水、久々に無印の化粧水買ったんですけど、なんかここに戻ってきたくなったっていう感じで久々に買ってみました。お次はこちら、これがインテリアフレグランスオイルグリーンっていうやつです。香りがねテスターみたいな感じで置いてあって、ちょっと嗅いでみたんですけど、私はこのグリーンの香りが一番好きでしたね。でこれはディフューザーなのでプラスでこのラタンスティックっていうのも買ってきて、これを差し込んで香らせるっていうやつですね。そう、サイズがね2つあって、もうちょっと大きいのと、あとこのちっちゃいミニサイズがあったんですけど、大きいサイズのグリーンっていうこの香りはもう売ってなくって、で小さいやつは1個ね残ってたので、とりあえず小さいやつを買いました。はい、続いてこちらステンレスバットショーと、あとメッシュトレーのショー、これをセットで購入しました。私揚げ物とかするとこれトレーがなかったので、いつもキッチンペーパーを引いてそこに置いてたんですけど、こういうトレー欲しかったんですよ。揚げ物をそのまま置けるやつなので、ちょっと見つけたので買ってきました。そして最後なんですけど、こちらのベッドグッズです。枕カバーと、あとマットレスカバーと掛け布団カバーですね。ベッドが真っ白っていうのが憧れでしたなのでちょっとね今回初めて白にしてみたんですけど、あまりにもこう汚れが目立つようで気になるようだったらちょっと考えるかもしれないんです。とりあえず今年は白でいきたいと思います。はい、ということで無印購入品でした。さきもとの食パン買ってきたんですけど、これ絶対ねまるまる好きだと思うの。この食パンのバター香るあん食パン2つ買ってきました。これは絶対喜ぶと思う。で急いでご飯を炊く。私は今日はお米食べないので1合、先入れた方がいい。
ちゃんと染みてくれればいいんですよね。美味しそう。豚肉のロース切っていきます。ロース薄切りですね。それを少し細かめに切っていきます。
買ってきたので水洗いして入れます。天才糖を使います。鶏ガラスープ。